ナチスドイツはアドルフ・ヒトラー及び国家社会主義ドイツ労働者等による支配下の1933年から1945年までのドイツ国に対する故障である。社会のほぼすべての側面においてナチズムの考え方が強制される全体主義国家と化した。1939年9月1日にポーランドに侵攻しヨーロッパにおける 第二次世界大戦を引き起こすも、戦況の悪化の末ヒトラーが自殺し、1945年5月に連合国軍に敗北、解体され滅亡した。1933年1月30日、バイマル共和制のパウル・フォンヒンデンブルク大統領により、ヒトラーはドイツ国首相に任命された。まもなく大統領令と全権委任法によって、 憲法を事実上停止した上に、対立政党の禁止や長いナイフの夜による突撃退縮制などにより、政治的敵対勢力を全て抹殺し、ヒトラーを中心とする独裁体制を強固にした。一方で、政府は、組織的かつ協力的な組織ではなく、ヒトラーの情実及び権力を求めて、闘争を行う党派の集合体であった。 1934年8月2日のヒンデンブルク死後、ヒトラーは首相府及び大統領府並びに両権限を統合した上に、個人として国家元首の権能を吸収し、名実ともにドイツの独裁者になった。国家元首となったヒトラーの地位は日本語で総統と呼ばれる。世界恐慌の影響でドイツ経済はどん底となり、大量の失業者が溢れていたが、 多額の軍事支出をはじめとする公共投資により重工業を中心とする産業が伸長し、1935年にはほぼ完全雇用を達成した。人種主義、特に反ユダヤ主義は同政権の中心的特徴であった。ゲルマン人は最も純粋なアーリア人種引いては支配人種だと考えられた。自由主義者、社会主義者、共産主義者は殺害。 東国または国外追放された。キリスト教会もまた多くの指導者が東国され、抑圧された。教育は人種主義検知により、人口政策、健康に重点が置かれた。女性の就業及び教育機会は奪われた。娯楽及び旅行は歓喜立候団のプログラムにより、組織化された。宣伝大臣のヨーゼフ・ゲッペルスは、世論操作のため、 映画、大規模集会、ヒトラーの洗脳演説を有効活用した。政府は芸術的表現を統制し、特定の芸術形式を奨励し、それ以外は大敗芸術として禁止または抑圧した。1936年夏季オリンピックにより、国際舞台でドイツがナチ党の唱える理想国家である第三帝国であるとアピールされた。 ナチスドイツは次第に積極的な領土要求を行い、要求が満たされなければ戦争を行うと脅迫した。1938年及び1939年にはオーストリア及びチェコスロバキアを占拠した。ヒトラーはヨシフ・スターリンと条約を結び、1939年9月にポーランドに侵攻し、ヨーロッパにおける第二次世界大戦が勃発した。 イタリア王国及び東欧諸国と同盟を結び、1940年までにドイツはヨーロッパの大部分を制圧し、イギリスを脅かした。1941年のソビエト連邦へのドイツの侵攻開始後、ドイツとソ連は壮絶な独ソ戦の主導を繰り広げた。東部占領地域は残忍な勢力下に置かれ、ヒトラーの統治に対する反対勢力は、 情け容赦なく抑圧された。この戦いの最中、ナチスドイツ政権の人種政策は、何百万ものユダヤ人及び好ましくないとみなされた、生きるに値しない命を、強制収容所及び絶滅収容所へと動く、殺害したホロコーストにおいて頂点に達した。1943年にドイツは大規模な軍事的敗北を被った。 1944年にはドイツへの大規模な爆撃が段階的に増大したことと連合国軍の反抗によりドイツの勢力圏は縮小の一途をたどった。6月のフランスへの連合国の侵攻後ドイツは完全に主勢に回り領土も次第に制圧された。終戦間際でのヒトラーの敗北への拒絶はドイツ国土の大規模な破壊とさらなる犠牲を生むことになった。 ベルリン攻防戦が行われる最中の1945年4月30日のヒトラーの自殺によってナチス政権は事実上崩壊し5月9日ドイツ国防軍による降伏が行われたヒトラーに指名されたカールデーニッツらのフレンスブルク政府は正当性を否認され6月5日ベルリン宣言によりドイツに中央政府が存在しないことが確認され ドイツは法的にも占領下に置かれることとなった。戦勝した連合国はヒナ地下政策を開始、多くのナチス指導者は戦争犯罪人としてニュルンベルク裁判などのヒナ地下裁判の後半に付された。正式な国名は、帝政時代及びバイマル共和制時代と同じくドイチャスライヒであった。1938年のオーストリア併合以降、 ドイツ民族主義の意識が高まり、民間などで、グロスドイッチロンド等の故障が使われ始め、グロスドイッチラント師団など、軍の部隊名にも用いられた。1943年6月24日には、総統官邸長官、ハンス・ハインリヒ・ラマースが、公文書の中で初めて、グロスドイッチスライヒの名称を用いた。同年10月24日以降は切手にもこれが、印刷されるなど、 事実上の国語として扱われたが、正式な解消は最後まで行われなかった。ナチスという故障は、本来 NSTP の対立者による別称であったが、党が政権を取る前から世界に広く知られていた。英語圏では、党の政権掌握後のドイツ国を指して、ナチジャーマニーという故障が用いられた。日本においても、昭和8年10月27日付の、 大阪毎日新聞でナチス独政府という表記が見られ、昭和10年4月28日付の大阪朝日新聞ではナチスドイツの故障が用いられている。昭和11年5月31日付、大阪朝日新聞の天聖人語でもナチドイツと表記され、戦時中の昭和18年1月11日でもナチスドイツという語が用いられた。また、ドイツ全国を 統一的に統治した国家体制として、新生ローマ帝国、ドイツ帝国を継承する理想国家という意味で、第三帝国という故障も宣伝に使用したが、逆にナチスへの批判や、反ナチの風刺などに利用されたため、1939年夏以降、ャキトラーやヨーゼフゲッペルス宣伝省は、この後の使用を控えるよう通告している。ただし、 完全に禁止されたわけではなく、以降も、第三帝国の故障を引用することはあった。現代ドイツにおいては、ナッツオジーット、ナチドイッチュランドという用法もあるが、文断時代の西ドイツにおいても、NSTP などの呼び方が一般的であり、ナチスの名称はほとんど用いられなかった。ナッツオヨナルズツヤリスムース、もしくは、それを略した NS が、ナチスの故障として用いられる。 また、ヒトラード・イッチランドという用法もある。アドルフ・ヒトラー・ヨーゼフ・ゲッベルス国民啓蒙、宣伝大臣ナチスは、ヒトラー内閣成立直前の1932年の2度の国会選挙で最大の得票を得たが、議会においては単独では過半数を獲得することはできなかった。同年11月の選挙で、ナチスは34議席を失ったが、第一党の地位は保持した。 一方ドイツ共産党は11議席を増やし、首都ベルリンでは共産党が投票総数の31%を占めて単独第一党となった。これに脅威を感じた保守派と財界は以後、ナチスへの協力姿勢を強め、途絶えていた財界からナチスへの献金も再開された。1933年1月30日、ヒトラーはパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領より、 ドイツ国首相に任命されて政権を獲得した。同時にナチス党幹部であるヘルマン・ゲーリングが無人首相、ケンプロイ選州内相に任じられた。ゲーリングはプロイ選州の警察を掌握し、突撃隊や親衛隊を補助警察官として雇用した。これにより多くのナチスの政敵、特にドイツ共産党及びドイツ社会民主党員は政治犯として、 強制収容所に収容された。ヒトラーは疎閣後直ちに総選挙を行ったが、2月27日にドイツ国会議事堂放火事件が発生した。ヒトラーはこれを口実として、民族と国家防衛のための緊急令と民族への裏切りと国家反逆の策防防止のための特別緊急令の2つの緊急大統領令を発布させた。これにより、国内の行政、 警察権限を完全に握ったヒトラーは、ドイツ共産党に対する弾圧を行った。選挙では、共産党議員も多数当選したが、選挙後に、共産党は、非合法化され、共産党議員の議席は議席ごと抹消された。ドイツ中央党など中道政党の賛成も得て、全権入り運法を制定し、一党独裁体制を確立した。その後、 ドイツ国内の政党、労働団体は解散を余儀なくされ、ナチス党は国家と不可分の一体であるとされた。1934年6月には突撃隊、幕僚長、エルンストレームをはじめとする党内の不満分子や、ナチス党に対する反対者を非合法手段で逮捕、処刑した。1934年8月にヒンデンブルク大統領が死去すると、ヒトラーは、 従来の首相職に加えて国家元首の機能を吸収し国民投票によってドイツ国民により賛同された。これ以降のヒトラーは指導者権首相、日本語では相当と呼ばれる。1935年にはベルサイユ条約の破棄と再軍備を宣言した。ヒトラーはアウトバーンなどの公共事業に力を入れ壊滅状態にあったドイツ経済を立て直した。一方で ユダヤ人、ロマのような少数民族の迫害など独裁政治を推し進めた。1936年にはドイツ軍はベルサイユ条約によって非武装地帯となっていたラインラントに侵入した。同年には国家の威信をかけたベルリンオリンピックが行われた。また、1938年には最後の当該大勢力であるドイツ国防軍の首脳を スキャンダルで失脚させ、軍の支配権も確立した。外交においては、列島民族とされた、スラブ人国家のソ連を反響イデオロギーの面からも、激しく敵視し、英仏とも、緊張状態に陥った。ただし、ヒトラーは、イギリスとの同盟を模索していたとされる。アジアにおいては、立憲トロップ外相の影響もあり、伝統的に協力関係であった中華民国から、 国益の似通う日本へと友好国を切り替えた。1936年には、日独防協協定を締結。1938年には、満州国を正式に承認し、中華民国のドイツ軍事顧問団を召喚した。1940年9月にはアメリカを仮想的国として、日独一三国軍事同盟を締結した。1938年、ナチス式敬礼で、 ドイツ兵を歓迎するチェコスロバキアザーツにおけるドイツ系住民1938年にはオーストリアを併合。9月にはチェコスロバキアに対しドイツ系住民が多く存在するズデーテン地方の活譲を要求。英仏は反発し戦争突入の寸前にまで陥ったがイタリアのベニートムッソリーニの提唱により英仏独位の4カ国の首脳による ミュンヘン会談が開かれ、ヒトラーは英仏から妥協を引き出すことに成功した。この時ヒトラーが英国のネビル・チェンバレン首相に出した条件は、領土拡張はこれが最後というものであった。しかしヒトラーはこの約束を遵守せず、翌1939年にはドイツ系住民保護を名目にチェコスロバキア全土に進軍、傀来政権として独立させたスロバキアを除いて、 事実上併合した。オーストリア・チェコスロバキアを手に入れたヒトラーの次の目標はポーランド領となっているダンツヒカイローであった。ヒトラーは軍事行動に先立って権限の中とされたヨシフ・スターリーに率いるソビエト連邦との間で独ソ不可侵条約を締結。世界中を驚愕させた。第二次世界大戦中のヨーロッパにおけるドイツ及び 数軸国の半と数軸国の絶頂期におけるヨーロッパヒトラーはダンツ非回路の返還をポーランドに要求。拒否されると独祖不可侵条約締結からちょうど1週間後の1939年9月1日にドイツ軍はポーランドへ侵攻した。ヒトラーはイギリスとフランスは参戦しないだろうと高をくくっていたがその思惑に反してイギリス及びフランスはドイツに 戦線を布告し、第二次世界大戦が開始された。しかし、戦争準備が十分でなかった、英英物はドイツへの攻撃を行わず、ドイツもポーランドに大半の戦力を投入していたため、独仏国境での戦闘はごく一部の散発的なものを除いて全く生じなかった。西部戦線における、 この状態は、翌1940年5月のドイツ軍によるベネルクス三国侵攻まで続いた。ポーランドはドイツ軍の電撃戦により1ヶ月で崩壊。国土をドイツとソ連に分割された。1940年の春には、ドイツ軍はデンマーク、ノルウェーを立て続けに占領し、5月にはベネルクス三国に侵攻、制圧した。 ドイツ軍は強固なマジの線が敷かれていた独仏国境を避け、ベルギー領のアルデンヌの森を突破し、一気にフランス領内に攻め込んだ。ドイツ軍は電撃戦によりフランスを圧倒し、1ヶ月でフランスを降伏に追い込んだ。イギリスを除く西ヨーロッパの連合国領のすべてを征服したドイツ軍は、イギリス本土上陸作戦の前哨戦として、 ブリテン島上空の制空権をかけて、バトルオブブリテンを開始したが敗北。イギリス本土上陸は中止に追い込まれた。その後は、貧弱な同盟国であるイタリアの救援として、北アフリカ戦線、バルカン半島戦線に物体を派遣。バルカン半島からギリシャにかけての地域を完全に制圧し、北アフリカでも物量に勝るイギリス軍を一時、アレクサンドリア近辺まで追い込んだ。 そして、1941年6月22日、突如不可侵条約を破棄し、ソ連に侵攻する。ソ連への攻撃は、バトルオブ・ブリテンの失敗によって、戦争の前途に行き詰まりを感じていた、ヒトラーのソ連が粉砕されれば、英国の最後の望みも打破されるという考えのもと、始められたが、ドイツの生存権レヴィンスラウムを東方に拡張する目的もあった。 ソ連軍は完全に冬を疲かれた形となり、大粛清によるソ連軍の弱体化の影響もあり、ドイツ軍は同年末にはモスクワ近郊まで進出した。しかし、冬将軍の訪れと補給難により撤退。独祖戦は硬着状態となり、ヒトラーが当初目論んだ1941年内のソ連打倒は失敗に終わった。ナチスは当初、 共産主義の圧政下にあった、ウクライナやバルト諸国などで一時的に地元住民から歓迎され、ソビエトから離反したロシア解放軍やコサックが味方するなどの効果をもたらした。しかしドイツは占領地において植民地化と搾取を行ったこともあり、これら占領地で発生した独立運動などに関して、ドイツ軍は武力で抑え込む姿勢に出たため住民感情の反発を招き、 パルチザン活動が激化することとなった。ロシア人は大祖国戦争と呼ぶ、この戦争で1100万人の赤軍兵士のほか、およそ1400万人の市民が死んだ。日本軍による真珠湾攻撃の3日後、ヒトラーは台米戦線復刻を行った。1942年夏、ドイツ軍はブラウ作戦を発動し、ソ連南部に進行。 石油鉱物資源が豊富なカフカスコーカサス地方のスターリングラードまで進出した。しかし、スターリングラード攻防戦は長期化し、冬将軍の再来により補給が途絶えたドイツ軍はソ連軍に包囲され、翌1943年2月、スターリングラードの第6軍は降伏。その後、7月のクルスクの戦いを最後に、ドイツ軍が 東部戦線において攻勢に回ることはなかった。クルスクでの戦いの最中には、イタリアのシチリア島に連合軍が上陸。翌月には、イタリア本土に連合軍が上陸し、9月には、イタリアは、連合軍に降伏した。直後に、ドイツ軍は遊兵されていたムッソリーニを特殊部隊で、救出し、イタリア北部を制圧し、9月のイタリア社会共和国を樹立させ、 南チロルなど一部地域を事実上支配下に置いた。これにより、イタリア戦線が開始された。1944年6月、連合軍がフランス北部のノルマンディに上陸し、ドイツ軍は2正面作戦を余儀なくされる。同時期には、東部戦線でもソ連軍によるバグラチオン作戦が開始され、ドイツ中央軍集団が壊滅。7月には、ヒトラー暗殺計画と、 クーデターが実行されたが失敗に終わった。東部戦線でのソ連軍の進撃に伴い、ルーマニア、ブルガリア、フィンランドといった同盟国が次々に数軸側から離反した。各地で敗退を続けるドイツ軍は同年12月に西部戦線で一大攻勢に打って出たが失敗。1945年に入ると連合軍のライン側とかを許した。 東部戦線でもソ連軍が東プロイセンを占領し、オーデルナイセセンを越えた。4月、ソ連軍によるベルリン総攻撃が開始された。30日にヒトラーは、総統家運の地下号で自殺した。ヒトラーの遺言により、カールデーニッツ海軍総司令官が大統領となった。5月2日にベルリンは、ソ連軍によって占領され、ベルリンの戦いは終結した。 5月7日、デーニッツにより、権限を授けられた、国防軍最高司令部作戦部長、アルフレート・ヨードル大将が、連合国に対する降伏文書に署名し、翌5月8日に最高司令部総長、ビルヘルム・カイテル・ゲンスイが、批准文書に署名した。すでにナチス党は事実上崩壊しており、連合国も、中央政府の存在を認めなかったため、ナチスドイツの政府は、 実態として消滅しており、フレンスブルク政府も閣僚が逮捕されたことによって終焉を迎えた。ナチズムにおいては、アーリア人種こそが世界を支配するに値する人種であるというアーリア至上主義が用いられ、その中でも、容姿端麗で知能が高く、運動神経の優れたものが最もアーリア人種的であるとされた。この思想を肯定する右派の政治結社、 トゥーレ協会やゲルマン騎士団などが、東レ明記より大きな権威を持っていた。また、頭脳の優れた超人こそが大衆を支配すべきだと、信じられ、超人を生み出すために、数々の人体実験を行った。一方、反ユダや反ロスチャイルド主義が強固であり、ウィーンのロスチャイルド家は、オーストリア併合の際に、ナチスの家宅捜索を受け財産を没収され、 アメリカへ亡命を余儀なくされることになる。また、共産主義はユダヤの陰謀であると主張し、東方生存権の構想へと結びつくことになった。これらがニュルンベルク法やホロコーストにつながったのである。1934年9月、ナチ党党大会にて、ナチス式敬礼を行うハインリヒヒムラー、ヒトラー及びビクトール・ルッツェ・ナチス・ドイツの政治は、原則的には、 ナチ党のイデオロギーである指導者原理によるものであった。一人の指導者に非指導者層が従う、つまり民族の指導者であるナチ党その指導者であるヒトラーに民族すべてが従うという、この原理は政治分野だけでなく、経済や市民生活すべてに適用された。ヒトラーの地位である指導者は法律で定義されたものではなく、国家や法の上に立つものであるとされた。 このため民族共同体の構成員である国民は指導者の意思に服従し忠誠を誓うことが義務であるとされた。この体制では明文化された法よりもヒトラーの意思に従うことこそが重要であるとされ合法的であるとされた。一方でヒトラーは会の指導者に大幅な自由裁量権を認めており社会ダーウィン主義に基づく権力闘争を是認、奨励していた。 このため、ヒトラーの意志を体現すると称する各指導者同士の権力闘争が頻発し、権力的アナーキーと評される状態となった。ナチス時代の特色ある政策の一つは、政治や社会全体を均質化しようとする、グライクシャールン、強制的同一化と呼ばれる運動である。国民啓蒙、宣伝省が設置された日の会見で、ヨーゼフ・ゲッペルスが政府と 民族全体の強制的同一化の実現が同省の目的であると述べたように、ドイツ民族にもナチズムに基づく同一化が求められた。そのためナチ党以外の政党、労働組合や私的なクラブは次々に排除され、禁止された。代わりに人々は国家や党の主導によるイベントや集会に動員、参加することが義務付けられ、他の事象に興味を持つ時間を奪われていった。 1933年7月6日までに、ナチ党以外の既存政党はすべて解散に追い込まれ、ヒトラーが党が今や国家となったのだと言明する事態となった。7月14日には、政党新設禁止法が交付され、唯一の政党であるナチ党以外の政党の設立、存続が禁止された。12月1日には、ナチズム革命の勝利の結果、 国家社会主義ドイツ労働者等がドイツ国家思想の担い手となり、党は国家と不可分に結ばれることが法律で定められた。この法律では、党は広報人であるとされたが、1935年4月19日の統一法施行令では共同体と定義し直された。しかしこれらの条文も1942年12月12日のナチス党の法的地位に関する、 指導者命令によって削除された。党と国家の役割を定義する試みはしばしば行われたが、結局のところは、両者の境界は曖昧なままであった。この党の状態を、マルティン・ボルマンは、ナチス党の地位は、法律の規定によっては正しく把握し得るものではなかったとしている。一方で、ナチ党の世界観において、党は国家と同様、指導者の下にあって、 民族指導を実現する一つの手段、装置であるとされたが、党は国家より優位に立つ存在であった。ラインハルトヘーンは、党は国家より先に立つ第一次的存在であるとし、国家の存在理由は、官庁、官僚装置を使って、党により与えられた大きな方針を実現し、党の負担を軽減する存在であると説明している。 国内政治の気候もナチズムの影響を強く受けた。バイマル共和政の時代では、内閣は合議機関であったが、やがて形式だけのものとなり、権力を持つ者は一部の大臣のみとなった。ドイツ帝国以来の官僚機構と並立して、党の機関も権力の一部となり、時には優位に立つこともあった。党の地方区分であった大官区は公的なものとなり、大官区指導者は、 地方の長として大きな権限を振るった。また親衛隊の勢力拡大は大きく、国内の治安権力を掌握した最有力組織の一つとなった。また、ナチス時代初期の外交分野では、外務省の他党の外交政策局、さらにリッペントロップの個人事務所が並立し、それぞれ別個の外交活動を行うことさえあった。またナチ党は、 バイマル共和政下の強い地方自治は、阻外要因でしかないと考えており、ヒトラー内閣が成立すると、州の自治権は次第に奪われていった。中央政府から国家代理官や国家弁務官が送り込まれ、中央政府の権限が強化される一方で、地方議会は解散に追い込まれ、州政府は形外化した。またな地党の地方組織大管区が実質的な地方区分となり、 大韓区指導者が地方の支配者となった。ヒトラーはドイツ民族を養うためには現状の領土では不可能であると考えており、東ヨーロッパにおける東方生存権の獲得を主張していた。軍事力の充実もこの目的を達成するためのものであった。1938年11月にはオーストリアとチェコスロバキアに対する侵略政策を軍首脳に明かしている。 この思想に基づいて、ポーランド、チェコスロバキア、ソ連に対する侵略政策を進めた。また、ヒムラーなどは、ヨーロッパ全土のゲルマン民族を、ドイツ民族の指導のもとに統括する、大ゲルマン帝国という構想も持っていた。一方で、東アジア外交では、中国を取るか、日本を取るかという路線対立が政軍内にあり、日本接近派が、 主導権を握る1939年頃まで続いた。1941年のブナベルケにて IG ファルベンの建設中の合成石油工場。同工場はアウシュビッツビルケナウ強制収容所の一部である。アウシュビッツビルケナウ強制収容所の IG ファルベンの工場にてオリジナルサウンドトラックアルバイターの希少を身につけた女性しばしばナチスは 経済分野において高い能力を示したと評されることがあるが、ナチズムがドイツの経済回復に与えた理論的影響はほとんどなかった。ヒトラーは、私たちの経済理論の基本的な特徴は、私たちが理論を全然有しないことであると言っているように、我が闘争で展開している自らの経済観が事実、上、マルクス経済学に依拠していても気づかないほど、 経済学に疎く、当初訴えていた政策は、ユダヤ人や戦争なり金から資産を収奪して、国民に再配分するという稚拙なものだった。またナチ党の経済理論家であった、ゴッドフリート・フェーダーや、グレゴール・シュトラッサーは、早い段階で失脚しており、影響を与えることはできなかった。1933年2月1日、ヒトラーは4年以内に、 経済再建と失業問題の解決を実現する二つの偉大な四カ年計画によって我が民族の経済を再組織するという二つの大事業を成功させると発表した。一方でヒトラーは1923年のインフレーションを沈静化させて名高かったヒャルマル・シャハトをドイツ帝国銀行総裁に迎えた。後に経済大臣になったシャハトの政策は ヒトラーの前任者であるパーペン、シュライヒャー内閣時代の計画を継承し、公共事業、価格統制でインフレの再発を防ぎ、失業者を半減させた。一方でヒトラーは、ドイツ再軍備のために300億マルクの支出を要求した。シャハトは、金属調査会社というダミー会社を作り、この会社にライフィスバンクが保証する手形を発行させる。 方式で再軍備の資金を調達した。このメフォテ型の発行でインフレを伴わない資金調達が可能となったが、政府に見えない負債を膨大に抱えさせる結果となった。一方で、農業は原料不足が深刻化し、支払い残高を維持することが難しく、膨大な貿易赤字は避けられないため、外貨危機に悩んでいた。そこでシャハトは1934年から、 総務主義で均衡を図り、広域経済を敷いた。しかし、シャハトは、外貨割り当てをめぐって、農業省と対立し、軍備のあり方で、ゲーリングとも対立した。その後、1935年3月にヒトラーは、ベルサイユ条約の軍備制限条項を破棄し、徴兵制を施行して、軍備拡張政策を実行する。外貨割り当てでは、シャハトの案が採用されたが、 1936年8月26日にヒトラーはゲーリングを指導者とする第24可燃計画を開始させ、経済省から独立した4可燃計画庁が経済面において大きな権力を振るうことになった。第24可燃計画により、1937年には人員需要が失業者を上回り、ほぼ完全雇用が達成された。景気回復の成果はあったが、 投資財産業に比べ著しく消費財産業を劣らせ、極度な外貨不足をもたらした。また、労働力不足に陥り、物価、賃金が急騰し、価格停止令など様々な対策を講じたが、どれも失敗に終わった。このため、ドイツ経済は加熱し、生存権の拡大化軍備の制限化という二つの選択に迫られた。ヒトラーは前者を選び、 反対したシャハトは感触に追いやられた。同時期に、再び財政収支の悪化が激化し、アルベルト・シュペアは、第二次世界大戦に参戦しなかったとしても、第三帝国は、財政赤字で破綻すると思ったという。また、シャハトの失脚後には、ユダヤ人、ユダヤ系とされた企業から、資本、財産を奪うアーリア化の措置が進行している。第二次世界大戦が勃発すると、 軍事支出は当時のヨーロッパでは最高の割合を示すようになり、1944年にはドイツ経済のほとんどを占めるようになった。また、フランスなどの占領地からの収奪、捕虜や外国人の強制労働がドイツ経済において大きな割合を占めるようになった。しかしこの体制は、経済封鎖と占領地疾患によってほころび出し、1945年の敗戦と同時に、 戦争経済は崩壊した。これらの政策は、ミハウ・カレツキをはじめとする経済学者らによって、典型的な軍事ケインズ主義と総括されている。1930年代後半のアウトバーンカーマニアでもあるヒトラーの経済政策は、あまり賛ましくなかった自動車生産を急激に伸ばさせ、ドイツの自動車産業を経営不振から脱却させたことで知られる。 1933年にヒトラーは、ベルリン自動車省でアウトバーンの建設を発表し、自動車税が撤廃された。インフラストラクチャー開発の中で、道路工事が特に盛んだったことや、戦争準備で軍隊及び物資をすぐに運べる最新式の道路網を必要としていたこともあり、クルップやダイムラー・ベンツ、メッサー・シュミットなどの軍需企業の協力を得て、 アウトバーンの建設を加速し、フォルクスワーゲン構想を推進させた。ナチスドイツの中央集権的な機構により、環境保護、動物保護の政策は大きく進展し、後のドイツ連邦共和国に受け継がれる保護法制が成立した。しかしこれらも軍事が優先され、実態としては不十分なものであった。1933年9月に食料農業省に リヒャルト・バルター・誰が就任して以降、ドイツの農業にも統制の手が入った。9月12日には、内費食料団が結成され、ナチス等の農業全国指導者でもある誰が農業、組合、生産者、加工生成業者、取引業者間の利害調整を行うことになった。9月23日には、内費農場世襲法が制定され、農民の所有地を、 世襲農地として認定し、蝶と負担設定、賃貸を禁止した。またこの中で農民はドイツ国籍を持ち、ドイツ民族もしくは同等の血統を持つことを要求された。これは誰の提唱した死とドリロンに基づくものであり、農民は世襲農地から離れることができなくなった。1942年、スターリングラード付近のポンツァーバファの戦車及び、 走行車の隊列1933年4月1日、ユダヤ系店舗のボイコットを強制する SA 隊員1933年に政権に就くとともに、ヒトラーはプロイ選州内省に党の最有力幹部であるヘルマン・ゲーリングを任じた。ゲーリングは就任後直ちにプロイ選州警察に予備警察官として突撃隊と親衛隊を加えさせた。まもなく、 国会議事堂放火事件後の緊急大統領令により予防保護公金と称してその場の判断で令状なしで国民を自由に逮捕する権限が与えられた。プロイセンはドイツの国土の半分以上を占める巨大州であり、広範囲の国民が下下下っぽの猛威にさらされることとなった。4月26日には政治警察下下っぽが設置され、逮捕された人々を 強制収容所へ送るようになった。1934年4月、ゲーリングはゲシュタポに対する指揮権を親英隊のハインリヒ・ヒムラーに譲った。ヒムラーとラインハルト・ハイドリヒは中央集権下と合わせて各州の警察権力を親英隊の下で一元化しようとした。ヒムラーは1936年に内省ビルヘルムフリックより全ドイツ警察長官に任じられ、 やがて内省をも兼ねることによって、ドイツ警察、治安行政の支配者となった。ドイツ警察を一般警察業務を司る、秩序警察と政治警察業務を司る、保安警察に分離させ、秩序警察をクルトダ・リュゲ、保安警察をハイドリヒにそれぞれ委ねた。1938年、保安警察と新衛隊情報組織 SD は統合され、 国家法案本部が成立した。国家法案本部には、長官ハイドリヒー下、ハインリヒ・ミュラー、アルトゥール・ネーベ、オット・ウーレンドルフ、バルター・シェレンベルクなど、悪名高い政治警察幹部の名がずらりと並ぶ。国家法案本部は、日夜国民を監視し、親衛隊の支配が全国に浸透していった。1941年にゲーリングはハイドリヒに、 ユダヤ人問題の最終的解決権限を異常しており、国家法案本部はホロコーストの作戦本部ともなった。1943年にヒムラーは内省に就任し、完全なドイツ警察の支配者となった。ヒトラー暗殺未遂事件の際にもヒムラーが鎮圧者となり、今まで権限が及ばなかった国防軍内部への支配権も手に入れた。 強制収容所新英隊はドイツ国内、併合地、占領地を問わず、各地に強制収容所を設置させた。政権掌握区直後の1933年には、早くもバイエルン州で、ダッハウ強制収容所が設置され、さらに1936年には、ベルリン北部に、ザクセンハウゼン強制収容所、1937年には、バイマール郊外に、 ブーヘンバルと強制収容所が設置されている。その後も続々と収容所が建てられた。第二次世界大戦の際に占領した地域にも強制収容所が建てられ、ポーランドに建てられた収容所の中には、ホロコーストのための絶滅収容所も置かれていた。特に、アウシュビッツビルケナウ強制収容所、ベヨジェツ強制収容所、ソビボル強制収容所、 トレブリンカ強制収容所などが絶滅収容所として著名である。また戦時中のドイツ占領地域の治安維持組織としてはアインザッツグルペンがあった。国家保安本部長官ハイドリヒの提唱で創設され、ドイツ軍前線部隊の一つ後方にあった政治的敵を殺害していた部隊である。確かに一面ではパルチザン狩りの側面もあったが、 国家法案本部への銃殺報告書にユダヤ人などと人種を理由にした項目が設けられているため一般にはゲリラ相当部隊とは認められておらずホロコーストの一翼を担う部隊であったとされているナチス時代の警報は医師警報、抗議者警報でありドイツ民族の中に存在する具体的秩序に反抗する意師と人格に対して国家社会主義的立場から 王法と食材を犯罪者に対して要求するものであった。犯罪者は民族の直感から判断されるところの悪い意志を有しているという理由により反抗的人格を形成したことに対する報復を国家から受ける。後に西ドイツ基本法において財形法定主義が明記された理由の一つである。ナチスドイツの人種政策に用いられた 疑似科学の人種区分を示す表なチス政権は人種主義を強く打ち出しアーリア人種の優秀さを強調していた。このため人種、社会、文化的正常を求めて社会のすべての面の政治的支配を行った。優秀なドイツ人を具現化するためとしてスポーツを推進し1936年ベルリンオリンピックを国威公用に利用した。 また禁煙運動にも力を入れた。また芸術面では、中小美術及び前衛芸術は博物館から指め出され、大敗芸術としてあざけられた。ナチスはユダヤ人、ジプシーのような少数民族、エホバの商人及び同性愛者や障害者など彼らの価値観で人種を汚すものと考えられた人々の迫害を大規模に行ったことで知られている。 ユダヤ人、ロマ迫害政策1938年11月9日、水晶の夜で生じた被害政権獲得間もない頃から公職にあったユダヤ人たちはその地位を追われ始めた。またナチ党の突撃隊による1935年9月15日のニュルンベルク党大会の最中、国会でニュルンベルク法を交付した。この中でアーリア人とユダヤ人の間の結婚や成功は、 禁止され、ユダヤ人の公民権は事実上否定された。この法律交付後、民間レベルのユダヤ人迫害も増していった。各地の商店にユダヤ人お断りの看板が立ち、ベンチはアーリア人用とユダヤ人用に分けられた。ユダヤ人企業は、経済省が制定した安価な値段で、アーリア人に買収され、ユダヤ人一は、ユダヤ人以外の診察を禁じられ、 ユダヤ人弁護士はすべて活動禁止となった。また、ニュルンベルク法では対象とされなかったが、ロマに対する迫害も始まり、1935年にはフランクフルト市がジプシー用の収容所を設置。1936年にはドイツ内務省がジプシーの最下と戦うためのガイドラインを制定し、以降ジプシーの指紋と写真を撮ることと定めた。 1937年には、新英隊も、ジプシーの脅威と戦うための全国センターを設けて、同センターに、ジプシーの定義をするよう指示を出した。1935年に、ニュルンベルク法が制定されたことによって、ユダヤ人は、ドイツ国内における、市民権を否定され、公職から追放された。また、4か年計画全権となった、ゲーリングの指導の下、アーリア化と呼ばれる、 ユダヤ人からの経済集奪が実行された。ユダヤ人、ユダヤ経営とされた企業の資産は没収され、ドイツ人たちに引き渡された。1938年7月5日には、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトの発案で、スイスのエビアンで32カ国によるドイツから逃れてくるユダヤ人難民保護の件が話し合われたが、各国はすべてユダヤ人の自国への受け入れには、 後ろ向きであった。これについて、アドルフ・ヒトラーは、こうした犯罪者どもに深い悲しみを寄せる諸国はせめて、その同情を実際的な援助に向けてほしい。そうした諸国にこの犯罪者どもをくれてやる。お望みとあれば豪華客船で送ってやろう。と述べ、ユダヤ人に同情することを述べながら引き取ろうとしない、欧米各国の偽善的態度を批判した。 1938年11月9日夜から10日未明にかけては、ナチス党員と突撃隊がドイツ全土のユダヤ人住宅、商店、シナゴーグなどを襲撃、放火した水晶の夜事件が起き、これを機にユダヤ人に対する組織的な迫害政策がさらに本格化していった。障害者への迫害1933年に成立した男子法のもナチスは、 精神病やアルコール依存症患者を含む遺伝的な欠陥を持っているとみなされた40万人以上の個人を強制的に処分した。1940年になると T4 作戦によって何千人もの障害を持つ病弱な人々が殺害された。それはドイツの支配者人種としての正常を維持するとナチスの宣伝で記述された。 T4 作戦は表向きには1941年に中止命令が発せられたが、これらの政策は後のホロコーストに結びついた。ホロコーストアウシュビッツ第一強制収容所における遺体焼却炉1942年のウクライナにて、アインザッツグルッペンが照準を合わせる先で、自らの体で子供をかばうユダヤ人女性大戦中。 ユダヤ人や少数民族に対する迫害は、ドイツ国内及び占領地域で継続した。1941年からは、ユダヤ人は、ダビデの星の着用を義務付けられ、ゲットに移住させられた。1942年1月に開催された、万税会議では、ユダヤ人問題の最終的解決策が、策定されたとされる。 何千人もの人が毎日強制収容所に送られ、この期間中には多くのユダヤ人、ほぼすべての同性愛者、身体障害者、スラブ人、政治犯、エホバの証人の信者を系統的に虐殺する計画が立てられ、実行された。また、戦争捕虜や占領国国民を含む1000万人以上が強制労働に従事させられ、劣悪な環境下に置かれた人々が、 次々と犠牲になった。これら対戦中に行われた虐待と大量虐殺は、ホロコーストと呼ばれる。ナチスは遠曲的に、最終解決策という用語を使用した。1940年、ナチスが、反政権勢力の聖職者専用旨を設立した、ダッハウ強制収容所における、囚人旨ナチ等はその考領で、キリスト教については、 積極的なキリスト教の立場を求めるとしており、自らのイデオロギーに基づいた存在であることを求めた。このため、ナチス政権成立後のキリスト教会の対応は、積極的に追従するものから反発するものまで様々であった。ナチ党の政権獲得後のドイツでカトリック教会に対するナチスの暴力的行為が問題となっていた。これを終始させるため、 ローマ教皇庁は1933年7月20日にドイツ政府とライフィスコンコルダートを締結した。バチカンの主席数期教、パチェッリ数期教とドイツ副首相、フランツ・フォン・パーペンが署名した。この条約は、教会が学校と教育について自由を保持する代わりに政治活動を断念するものだった。ヒトラーは条約批准直前の閣議で、このコンコルダートが、 党の道徳的公認になるとの発言をしていた。これに対しかつて教会法専門の研究で、学位取得し教皇ピウス受水による教会法大前の起草、編纂を務めたパチェリは、後の7月26日、27日バチカンの日刊誌、オッセルバトーレ・ロマーノでの声明で、コンコルダーと批准が道徳的同意というヒトラーの見解を断固否定し、 教会法大前に基づく教会ヒエラルキーの完全、かつ全面的承認及び需要を意義とすると激しく反論した。しかしこのことがあだとなり、締結後もナチス側の暴力的行為は収まるどころかます。一方で、教会や教会の学校に思想的規制及び介入するなど条約を無視した行為が頻発するようになった。教会側はナチズムの有力理論家、 アルフレート・ローゼンベルクの理論を批判する会直を出すなど抵抗もしたが、批判的な聖職者は強制収容所に入れられることもあった。第二次世界大戦直前にパチェッリは強行ピュース十二世として即位した。ピュース十二世はナチスによるユダヤ人迫害等の戦争犯罪に対して沈黙したため、終戦後に迫害を黙認したとして非難され続けた。 しかし後の調査により、対戦中に強皇ピュース12世からアメリカ合衆国のルイズベルト大統領宛てにナチスを非難する極秘の書簡が送られていたという事実があったことや、ドイツのイタリア占領時に多くのユダヤ人の亡命を手助けしたことが明らかになった。このため、ピュース12世はイスラエル政府から諸国民の中の正義の人に認定されている。また、 教皇ヨハネ・パウロ2世は後にユダヤ人迫害時のカトリック教会の対応について謝罪の声明を述べている。一方でナチス時代に締結されたライヒスコンコルダートは現在でもドイツとバチカン間の条約として有効性を保っている。プロテスタント側は元来プロイセン支持の保守派が多く大部分がナチスに忠誠を誓った。 ドイツ的キリスト者などナチズムとキリスト教を合体させる組織も作られた一方で、マルティン・ニーメラー、ディートリヒ・ボンヘッファーをはじめとする牧師等は、国白協会という地下組織を作り、密かに反ナチ運動を続けた。ニュルンベルク裁判の被告席における被告人ポツダム会議によって、ドイツ本土は米英仏祖の連合国4カ国に分割統治され、 国境を西に大きく移動された上、給料土の3分の一を失った。多くがポーランド領となり、東プロイセンに至っては、半分をソ連に併合された。チェコスロバキア、ユーゴスラビア、ルーマニア及びハンガリーといった地域での少数民族であった約1000万人のドイツ人は追放された。本土では1949年まで連合国による軍政が敷かれた後、 アメリカ合衆国、イギリス、フランスの西側占領地域はドイツ連邦共和国となり、東側のソ連占領地域は共産主義国家のドイツ民主共和国になった。残されたヘルマン・ゲイリングや、ヨアヒム・フォン・リッベントロップ、ビルヘルム・カイテルといったナチス首脳部の一部は連合軍による戦争裁判、ニュルンベルク裁判やニュルンベルク継続裁判で裁かれることになった。 また、独立回復後の西ドイツ政府により、ヒナ地下裁判が行われ、ナチス党関係者やヒトラーをお抱えの映画監督と言われたレニリー・フェンシュタールなどが裁かれた。一方、東ドイツでは、西ドイツ以上に強いヒナ地下が行われる一方で、国家人民軍においては徹底されず、旧軍時代に親なち的態度を示していたものが、召喚に抜擢される例があった。また、 ナチス式敬礼などナチズムを連想させる行為は民衆戦同罪で逮捕、処罰の対象と規定された。オーストリアでも同様の法律があり、取り締まりの対象になっている。戦後のドイツでは憲法で戦う民主主義を謳っており、民主主義にとっては脅威とみなされる団体、結社に対しては解散を命じることが可能となっている。 ナチス占領下にあった地域でも、ナチス交換の愛人を持っていたココシャネルなど、ナチス党関係者と関係のあった、ドイツの犯罪行為に加担した、政治家、芸術家、実業家も戦後罪を問われ、裁判を受けた者、活動を自粛せざるを得なくなった者などが存在した。しかし逃亡した、ナチス戦犯もおり、これらは、サイモン・ビーゼンタールなどのナジハンターによって追及が行われ続けている。 すべての非ファシズムヨーロッパ諸国では、ナチ党及びファシスト党の元構成員を罰する法律が確立された。また、連合軍占領地域でのナチ党員やドイツ兵の子供に対する統制されない処罰が行われた。ありがとうございます。